はい、指定コンビコラボセミナー第3弾が決定しました。7月1日、2日の2日間にわたって鳥取のハイパーフィット24という場所を借りて合計8時間、セミナーさせていただきます。はい、詳細は動画概要欄から、予約もよろしくお願いします。チェックしてください。お願いします。鳥取ってどこですか？鳥取知らない。鳥取わかんない。いいよ、ついてこればいい。よし、行くぞ。行きます。はい、こんにちは、まめたくです。どうも、吉岡でございます。100点の挨拶ですね。ということで、吉岡雅輝選手に今日は来ていただきました。はい、来たのはお前だろ。あ、そう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 ね。はい、僕が来ていただきました。はい、ということで、今日は、まあ、ルーさんといえばみんな腕、三頭筋とかのイメージが強いと思うんですけど、はい、僧帽筋がすごいんですよ、僕こう近くで見れて。やっぱ腕はまあ当たり前にすごいですけど、僧帽がなんか異常発達してるような感じがしたんで、その、まあ、ルーンさんのおすすめの僧帽筋の種目、今やってる種目だとか、今までやってきてこれが一番反応良かったとかの種目を、あ、なるほど、教えていただきたいなと思って。わかりました。はい、お任せください。皆さん僧帽筋を舐めていますか？舐める、やらなくていい。ああ、ダメ。効果なかった。あ、じゃあそれでどうぞ続きを。先生、ごめんなさい。僧帽筋は大事です。ボディービルダーとして。あ、立体感出てますか。はい。上中下ってありますけど。そこは上を教えてもらいたいです。ここ本当にここら辺。前から見てもこの立体感があるような。上部ですか。上部。それでは皆さん、僧帽筋上部の筋肉いきたいと思います。レッツゴー。おう、はい、ということで、はい、僧帽筋上部の種目をおすすめします。そしたら僧帽筋上部のトレーニングをしていくんですけれども、まあ基本はめっちゃ簡単、もうみんなやってますよね、僧帽筋上部のトレーニング。シラフ、逆に白くいけ何やるって話になっちゃう。確かに正直な話なんで、本当大丈夫かもとかみたいな。そのやっぱでも白くの動画ってなかなかないから。ないね、僧帽筋のトレーニングの解説とかあんまないもんね。うん、ないですね。だからじゃあ単純に白くの解説をさせていただこうかなと思います。お願いします。まあ本当、まあ、さっきも言ったようにみんながやってることと基本的には変わらないです。一回やりますね。もうこれだけです。これだけです。シンプル、シンプルです。ただ意識してる点はしっかりあります。あります。逆に意識してること、意識してること、自分のダメでやってるんですけど、一緒、バあシュラックするときはちょっと顎も上げてやるのと、あとなんかグリップがなんか緩く持っちゃうとなんか僧帽筋に引っ張れない感じあるから、僕はパワーグリップ使うといえしっかり握ることも意識してます。だそうです、ルーさん。では本日の解説は、いや違う違う、ルーさんのじゃあ僕が意識してることっていうと、まあ僧帽筋でまあ簡単にと上中下で分けてると思うんですけど、一つとして大事になってくるのが肩甲骨が動くっていうところと、収縮時に基本的には肩甲骨の内転がやや入っていた方が、収縮はかかりやすいと思ってるので、基本的に僕は胸張ります。こうするのと前に出した状態でいくの、胸張った状態でギュッと上げた時の収縮度と前の状態で上げると、多分首周りのここも僧帽筋につながってるんですけど、首周りのここら辺の痛みが結構強い。あ、はい、でなくて、あくまではみんなが鍛えたい僧帽筋ってここになってくるから、基本的には胸張ってあげて起こしてあげる。気持ちじゃない、胸張りながら、そうそう、ちゃんと胸張ってグッてやると多分一気にここに入りやすい。あ、ります、ね、50秒に前にした状態で上げるとちょっと入るけど、確かに首の方抜けるよね。もう一回力入れて胸張った状態で全然硬さが違う、はい、硬さが違う。分かります。俺の触ってごらん。おお、すごい、このシラップ。あ、全然違う、全然違う、入ってないの。
みんなよくみんなこうやってるよ多分。あ、確かにそういう、これ僕触ってもらえたと思うけど入ってないのよ。はい、じゃなくてこっから、あ、すると全然違 う、びっくりした今。全然違うでしょ。僕知らん感覚でやったんですけど、バーベルでやると肩までいくじゃないですか、うん、だから効かないみたいな感じです。え、それがあるから俺がバーベルでやるんだったら今はリバース、そうそうそう、リバースグリップでやる。あ、だからか。そうそうそう、意外といいとこだこれ、もしかして。解決した自分の中で。だからこうみんな結構やっぱこう頑張るけど、自分は触っていただくと、例えばなんか例が自分でも分かんのかな、自分でもこれですよね、例がいたらこういうふうに触ってみると、じゃあプニプニで、こっから胸張ってる、やばい、お姉ちゃん触ってくる、丸まってと、うん、これと、あ、全然違う。そうそうそう、だから基本的にはそっち、そっち方向で調べてあげる。ただ逆にストレッチっていうところでは、あ、ちょっとこうしてあげた方がいいの。だけどそれを取っていくと難しいから、あんまり気にしない、この状態で下げて、胸張った状態で。ただストレッチも意識してます。だからしっかり落とす段階としては、胸張った状態で起こし上げてしっかり落とす、もうここまで落とす、しっかり落としてストレッチをきて、グッと上げる、もうこれの繰り返し。わあ、すごい。だから収縮も意識するけど、ストレッチも俺は意識する。ちょっとこっち向いてまたやってもらっていいですか。シュラ君の動画どうしてもさ、クールにいけないからちょっと恥ずかしいんだよ。シュラ君の顔やばいですよね。だからマスクしてます実は。そうか。で、しっかり落とす。めっちゃ早いけどな。しっかり落として上げる。やばい、しっかり落とす。もうこの落とすところも大事です、しっかり。こういう感じですね。もう痛い、めちゃめちゃ。で、重いのでやるっていうと割と僕は後悔する。何キロぐらいですか。50キロぐらい。え、片側50キロ公開数、公開数何回ですか。あ、でも15くらい、50キロ。あれ50キロだよな。なんか俺なんかそんな反応されると、え、50キロと重たい、分かんないか。スタンディング、スタンディングだったらだよ、シーテだったらもうちょい下がるから。でも30キロでもいいぐらいやろうと思ったら、15回ぐらいできるような目安にでやっております。はい、もう本当結構調べてこうやってるだけで簡単かもしれないですけど、ちょっと意識する点が変わると結構神経変わってくるかなと思います。実際軽いのでやってみたら、マメタンク僕もなんとなくコツをつかむために。基本的にストレッチは、まあ、強の方が早いけど、まあ、自然でいい、本当自然。自然でも軽く人の肩甲骨ずっと前についてるから、勝手にストレッチから一回上げて、胸張って、見ながら上げて、で、しっかりと、グッと、そう。でかいかそうそう。そう。で、しっかり落として、そうそうそう。そうそう。で、胸張って、上げるだけ。やってあげると多分入りが違うでしょ、普段と。そうそうそう、それを、まあ、これは軽いけどね、はい、もうちょっと重いのでやってあげるといいんじゃないかなと思います。皆さんもダンベルシュラックやってかっこいい体を作ってください。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。